聞いたかな、どうですか、ドジの時より混ぜましたな。左右差やばくない、ほんまにこっちの目めっちゃいつも通りやのに、全然もうやばい、もう大事にね、ありがとうございますちょっとマシになった、嘘、なんかまた、目薬入れたんですけど、まだちょっといびつ感がすごいです。もう朝に戻りたい、本当にマスカラが入ったらしいです、入ってたらしいです、もう眼帯も取れるしどうやんのやったっけこれ、朝めっちゃ遠いですね、どうしよう、今で取れってほんまにやばいと思います、朝多分もう誰ってなってると思うんですけど、ちょっと萌えお願いしますメイクしてたらまだマシなんですけど、どうしたどうした、どうしよう、眼帯どうしてたっけこれ、中に入れるんやったっけ、取れたんですけど、あれ、お医者さんが3日で治るというなら我慢したよ、本当なんですかね、でもめひらとんくなっちゃうからいいや、もう隠そう、もうめっちゃショックです、本当に本当にショック、どうしよう、この2日がねめっちゃ勝負だと思うんですけど、ほんまにショックすぎる、もう月曜日の公演に間に合うか分からへんし、もうパンパン目でパン目パンパンのまま出てるかもしれへん、見てこっちの目マジでいつも通りなんですよ、本当にいぶち感だね、月曜日に引いてるといいけど、私も全然目張り、一回目張れたらもう全然全然ダメなんですよ、なんか眼帯つけてもなんかあんま意味なさそうなんでね、眼帯取れたし、右目隠してみていつも通りなんですけどね、こっちがね誰だって感じですよね、左右差やばすぎほんまにはい、作戦会議します、切り替えます、もう私はもう絶望してます本当に、なんで最悪、もう、うん、悪すぎる、カニ座1位だったんですよ、でもなんでですかマジで、ほんまに悔しい、どうしよう本当に今日グッドスプーン行ってきたよ、お食べましたか、私の白目で配信してみよう、白目向けへんしな、いつもなんですよね、もう誰ですかマジで、病院で原因分かったの、あのメイクの化粧のやつが目に入って気づかずにコンタクト上からしてしまって、はい、はあ戻りたいな、香水忘れてました、私確かにそれあるかも、自分で言っときながら忘れてた、もう悔しい、サングラスで配信おもろすぎん、ちょっと
サングラスありっちゃありですね。ちょっと話題になりそうなんですけど、サングラスで配信ちょっとワンチャンあるかも。はい、まあ稽古とかけます。皆さん作戦会議しましょう。もうめっちゃ目が生えてるんですよ。はい、土曜のねタイムテーブル決めます。ちょっと待って、明日マジで多分やばいと思います朝。本当にちょっと引かないでくださいね、マジで目腫れすぎて。はい、土曜日のねタイムテーブル作りたいです。30分6回か、30分6回か、25分7回か、20分9回か。9回やべえな。9回でもなんか9回やってみるのもありですけど、みんなのタイムテーブルを知りたい。みんなのタイムテーブルを知りたい。8期生でタイムテーブル出してる人いますか？でも朝に、明日は1日できるから朝に絞らなくても。そう、でも朝ね、朝やらないとしても遅く起きたら多分もっと目パンパンになるんですよ。こんばんは。夜都内行くので、そっか、明日昼夜でしたね、池骨の初日。どうしようかな。皆さんどれ、何がいいと思いますか？明日は一日中できます。私は30分かけるロットでもいいと思う。ロットへ配信しようか。じゃあ30分多いですね。メバチトではないんですけども、多分もうメバチトと同じ感じです。もうメバチトってことにします。ちょっと説明ちょっと難しいんで、メバチトってこと。テロップメバチトってこと。テロップメバチト。1日見ます。カラオケ配信もトロトロでやられてもって感じじゃないですか皆さん。ハート型ウイルスにやられへんやんって話ですよね。目を休ませるのも大事だと思うよ。はい、メバチトです。顔の右側だけ写す。お、いつも通りの松坂です。でも企画がね限られてきます。とんのしたら、お、右だけやったら全然違和感なし。イエイ、右目だけ何もできへんねんけどね。明日はでもなんとあれですよね、あの夏のねライブの、夏のライブの配信、あの詳細発表ですよね。だからちょっと YouTube の時間避けます。サングラスないとお母さんに聞いてきてもいいですか？サングラス聞いてきます。バイバイ。
はい、書いてきました。和だったらもっとブスになる。ねサングラス、サングラスあるみたいです。明日サングラスつけます。車にあるみたいなんで、はい、皆さんサングラス、サングラスいいじゃないですか、めっちゃいいじゃないですか。サングラスだったらね、カラオケ配信もできるし、はい、20時台の配信やめます。じゃあ30分かける6で、あるらしいんですけど、車にあるらしくて明日取ってきてもらいます。30かける6で解決、やったー。30かける6、皆さん明日は何時からでき、何時に起きますか。皆さんサングラスでカラオケ面白そう。でもなんかカラオケとか割とギフトとかね飛んでましたね、カラオケ配信の時飛びやすいかな。5時半早くね。黒目やばいね、配信画面でも渡りました。晴れてる、なんかもう左右差やばすぎる。明日は一日バイトだからあんまり取れない、大丈夫ですよ、応援しておいてください。7時もめっちゃ早くないですか。7時絶対起きてないですよ皆さん。7時早くね。私だいたい休日12時くらいに起きるんですけど、12時はちょっとやらないんですけど、8時9時くらいじゃないと、休みの日では6時。おえー、すげえ、どうしよっかな。どうしよっかな。11時半から12時を確定させて外から逆算していく。普段は9時ぐらいとな、9時、はい、じゃあね、後ろからやっていきます。余裕を持っていつも通り23時55分にします。30分かける6なんで30引いて23時、30引く、じゃあ55引く30は25で、2時間空きました。土日働いてる人もいらっしゃるんだ。そうでしたね、そうですね。でも9時にします。何時間空けた方がいいですか。1日できるんで何時でもいいんですけど、何時間空けた方がいいですかね。皆さんできるだけ星をねいっぱい投げていただきたいんですけど、3時間間隔、3時間空ける、3、20時、30分、19時55分、19時50、その他相手に同意、3時間。やば、頭痛なってきた。あ、そうや、夏とのお知らせ、夏とのお知らせかぶらんとこ。夏とのお知らせって何時からか皆さん教えてください。夏とのお知らせ21時からですか。お知らせは教えてください皆さん。20時から何時までとか決まってますかね。お知らせ20時で終わりの時間が決まってない感じですか。30分ぐらい、オッケー、30分空きましょう。じゃあ8時半、8時半、20時から8時半は×で、20時から
8時半は×で、20時から8時半は×で、3時間空けたらおお、重きしダブってますわ、重きしダブってる、難しい。30分空けよう、めっちゃダブってるんですけど、どうしよう、後ろから決めたら、9時から決めようと。やっぱりはじめまして、はじめましてじゃないよ多分9時半、1時間空けた方がいい、空けときます。じゃあ9時から9時半、3時間経って12時半から13時、3時間経って4時から4時半、3時間経って7時半、じゃ3時間11時半から20時、よし、これで4回目で23時25分から23時55分で3時間23時、12345、3時間経って23時になれたら23時、22時55分、あれどうしよう、難しいな、あと一枠が決めれないです。9時から9時半、12時半から1時、4時から4時半、19時半から8時、ん、なんかコメントしてる、9時から12時から書いてくれてる、タイトルよくないって言ってる、はい見ます。9時から9時半、12時から12時半、3時から3時半、3時から3時半、18時から21時から21時半、よしできたよ、いいかなこれで、待ってね、どうですか、9時から9時半、12時から12時半、目のタイフト早い、嘘、あんままだパンパンなんですけど、9時から9時半、2回目が12時から12時半、3回目が3時から3時半、4回目が18時から18時半、1、2、3、4、5回目が21時から21時半、6タイムが23時25分から23時55分、どうですか皆さん、そのタイムスケジュール、コメントお願いします。てかさ、あのめっちゃさ、めっちゃあの化粧すんの恐怖症になってしまったんですけど、明日サングラスしてるなら化粧しなくていいですかね、いいんじゃないって来た、 OK、 皆さんどう思います、すっぴんでいいよって来てるやばい、どっちのいいんじゃないか分からへんわ、タイムテーブルと化粧のいいじゃない、すっぴんで撮られてるのはやばいから、とりあえず右目だけ化粧してサングラスします、はい、サングラスします、サングラスめっちゃいいじゃないですか、来てくれるかな、でも顔出さへんくても、サングラスしたいんですけど、この目の腫れでスピンはやばいと思います、多分サングラスどうですか皆さん、スピンでもいいよって来てる、化粧やめときなさいやっぱメイクしたらな、いつも通りなんですけど
絶望M ステみたいでいいと思う。すっぴんサングラスでいきましょう。そうですね、サングラスしよう。つい隣でまですっぴん平気やってん。確かにマストラ禁止。そうですね、もうめちゃめちゃ怖なった。どうしよう、マストラすんの。もうマストラしばらくやめようかな。前私もどんなサングラスか分かんないんですよ。バンされたら爆笑。え、バンされるとかあるんですか、ワンちゃんサングラスって。ないない、たまぼっとしてしまって、ないない。サングラスで配信、サングラス反射するから部屋気をつけてね。やば、ほんまや、忘れてた。部屋反射するじゃないですか。ポイントの伸びは悪そう。確かに確かにですよね。やっぱり顔出してないもんな。どうしよう、でもこんな顔でさ、なんかハート型ウイルス歌われてもって感じじゃないですか。本人と判断できひんようなサングラスならありえるかも。わ、サングラスめっちゃありやと思ってたんですけどね。どうしよう。気苦しくなるの、頭ぼっとしてしまって、愛の意味は気づかなかった。できるだけ右目配信する。ほら、もういつもの私なんですよ、右目はね。だん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 、おもろすぎ、パンパンすぎるやろ。ちょっとほら、もう目開いてないもん、天と地の際で。痛いな。眼帯でいいと思うよ。眼帯なんかちょっとしんどいんですよ。これまつげ当たってめっちゃ痛くて。意外と明日の朝になったら腫れ引いてるかも。私の系統的にそれは絶対にないんですよ。朝になったらもっとひどくなってるんです。いつも泣いた、めっちゃ泣いた日の夜とかもね、こんな感じなんですけど、もっと腫れてて寝たらね、絶望です。本当に土曜日のタイムスケジュールはこれでいきたいと思います。もう明日の朝はじゃあ皆さんいろんな意味で楽しみにしておいてください。治ってるかもっとひどくなってるかです。お医者さんから目薬もらいました、もらいました。もうなんか1日4回ぐらい刺していいらしいんですけど、もう3回刺してお風呂入った後にもう1回刺すつもりですけど、なんとさっき目薬刺した後寝たら痛みがね全くなくなったんですけど、はい、なんとあ、1位達成です。ありがとうございます。本当に嬉しいです。こんなパオなのに同情してくれてるんかな、みんな。もう目鉢取ってことにしますはい、1位です。とりあえずタイムテーブル書きます。で、企画の配分したいから。もうこんな顔になるのはマジで予想外でした。なんとカラオケ配信とか踊ってみたとかね、なんか、まあ、やるんですけど、マジか、予想外すぎん、ちょっとおもろすぎ。同情票に期待やな。確かに目腫れてるの気にしなくていいよ。私もうなんかめっちゃ目腫れんの気にするんですよ。どういう意味やねんって感じなんですけど、目の傷は甘く見た後ですよね。はい、もう
それもね、いい思い出となれるように皆さんと頑張りたいです。目が腫れてたから2位に入れなかったんじゃないかとか思わないように、もう2位までに入りたい。この目の腫れでも。はい、じゃあタイムテーブルやります。晴れすぎだぜ書きます、タイムテーブル。明日は6月4です。いけほのの初日ですよ皆さん。楽しみ楽しみ。頭ぼっとしてしまって、制服のマネキンどうでしたっけ。朝マップは日曜日にね買ってきてもらいます。耐えてスクショさせて、あ、もうちょっと待ってください。ツイッターにもあげるんでね。ちょっと明日の9時から9時半とか一番人来そうですよね。だったらその時になんかしようかな。聞いてください。コスプレもね、新しいの買ったんですよ。まだ何と言えませんけど、やばい。なんかそう、みんな気にしなくていいよって言ってくれるけど、自分が泣います。めっちゃ可愛いコスプレをね着てるのに顔がめっちゃ調子悪いっていうの、ちょっと自分が泣いちゃう頭ぼっとしてしまって、愛の意味が気づかなかった。わ、スペースないわ。3:15から。わ、明日からね多分めっちゃ勝負ですよ皆さん。土日ほんまに最後の日曜日の最後の配信とかめちゃめちゃ緊張するもん。みんな配信見て終わりやったらめっちゃなんともやばそう。めっちゃ緊張します。もうトトマに来たらね、もうマジでほんまに頼みますって感じです。もう目もとんなんなったし、でもそれは私は逆に2位以内に入るための代償だと思ってます。もうそういう考えでいきますよ私は。クマさんゲットしときました、ありがとうございます。ゲットしてない方はまだまだできるのでね、6月7まで多分できるって書いてて、はい、お願いします皆さん。話しながら書けるようになってる成長や、確かに無言で書いてたイメージありますね。初めて体験するラスト配信、ある意味メンタルやられる。マジか、なんかめっちゃ怖いですよね本当に。どうしようどうしようどうしよう。めっちゃ日曜日めっちゃ重要ですね。じゃあ土曜日はとりあえずこれでいきます。あ、スクショするときは右左向かくします。企画どうしよう。9時から9時半はどうしよう。最終枠タワーが乱れ飛ぶでとは、ラストは8割の人が泣いてるイメージ。もうそんな言われたらめちゃめちゃ怖いですね。どうしよう、何しよっかな。明日グミ配信なの撮ってるんですよ。ですよ、グミ配信は日曜日に撮っときたくて。でも待って、今日の企画思い通りに撮れろうじゃないですか。どうしよう、
明日に回していいですか、これ。今日作戦会議で全部埋めちゃいます。朝ごはん配信、最後に逆転何回も見た油断大敵、めっちゃ怖いな、どうしよう。明日やろうか、思い出を振り返ろう、明日やります。初めてお昼に配信するのでね、どうしよっかな、思い出を振り返ろう。思い出を振り返ろうは6時から6時半の枠にします。6時から6時半振り返ろう。ラストの30分の配信は絶対に作戦会議ですね。踊ってみた、やりたいんですけど、めっちゃ楽しいんですけど、なんかもう笑ったらもうブスが際立ちます、これ多分。生きてますかこれ。急に踊っちゃってすいません、ちょっと笑ったらやばいと思います、これは。可愛いよって来てる、生きてる、生きてる。21時は踊ってみたにしますね。じゃあ引きやったら気にならない、 OK、 大丈夫か。はい、踊ってみたにします。じゃあ21時に治ってることを祈る、マジで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 。踊ってみためっちゃ楽しいですよ。でもめっちゃしんどいですけど、多分皆さんの満足度も高いと思います、踊ってみたは。カラオケ最終日にね、撮っとこうかな。アカペラ配信しようとな、明日。ミラーボール来た。ミラーボール？ありがとうございます。サングラスで踊る。サングラス踊ったらそれこそバンされません？カラオケはマネージャーさんに許可取れた。そう、カラオケは最終日にね、音楽流すカラオケは最終日にやるつもりなので、明日許可取って、明日はアカペラで配信しようかな。どう思いますか、アカペラ。待って、大喜利のコメントが来てるんやけど。ちょっとその辺はね、はい、時間が余ったら何もっとしようかな。カラオケはギフト稼げるよ。アカペラ配信しよう。じゃあで、あさっては2ワットぐらい使ってカラオケ配信します。3ワットぐらい使ってもいいけど。カラオケ配信は最終日に撮ろう。じゃあ12時から12時半はアカペラ配信で、皆さん今日でね、何日目や、5日目かな、5日目なんですけど、皆さんどうですか、このイベントは。1800人さん、ありがとうございます。ミバチトなんで、普段はもうちょっとマシな顔してます。よろしくお願いします。乃木坂歌ってね、歌います。じゃあ乃木坂でもあったんでね、アカペラ配信9時から9時半は、9時から9時半はまあラジオ体操するか。サクパンの本気を感じてる、楽しい。サクパンの配信は楽しい。ジャッカー寝不足組、寝てください。明日は何時間空いてる？2時間
いつも間2時間なんですけど、明日は2時間半空いてるので、あ、星集めとタレンタはごめんな、本当に。ラジオ体操が好き、じゃあラジオ体操は入れときます。3時から3時半はなんとはおやつ食べよっとな。まあ3時から3時半はちょっと皆さんと決めます。え、何しよう、お絵かき、お絵かき、筋トレ、あ、なんか授業しましょっとな、私しましょっとな、私歴史の授業、授業ありますか、それ、歴史の授業、おやつ食べながら授業、雑談、おやつ、おやつ、お絵かき、お絵かきもありですよ。お絵かき、お絵かきありですね。朝お絵かきしよう。歴史の授業、もうに歴史の授業やる。お絵かき、あやぴょんとかがだるま祭りになってる、どういうことですか、だるま祭り、あ、ギフトの投げ、めっちゃギフト、ね、投げてるってことですか。え、もう最終日めっちゃ怖いですね、やばい、もうそんな最終日カラオケ3時間ぐらいしよっかな。どう思う、みんな、全然私は歌う曲ないんですけど、どう思いました、最終日カラオケ 2,3 時間やろっかな、カラオケ。だるまギフトが飛び立ってる、そうなんや、カラオケはでもギフト飛びやすいみたいな言ってくださいましたよね。え、そのギフトを投げてもらうためになんか祭りみたいなってことですか、どういうことや、ちょっとあんま分かんないんですけど、お絵かき配信もしよう。歴史の授業はまあできるか分かんないんですけど、もしも無理だったら、いや、もしも無理だったらお絵かき配信またします。歴史、明日はこんな感じです。ツイッターに載せるんですけど、明日は9時から9時半、9時からです。朝はラジオ体操とお絵かき配信します。12時から12時半はアトペラ配信です。なんとアトペラの方がなんかマイク通したよりなんかマシに聞こえました、自分の耳では。3時から3時半は歴史の授業をするかお絵かきします。6時から6時半は思い出を振り返ります、NNB のオーディションからの今までの思い出、21時から21時半踊ってみたします。で、最後の枠はめちゃめちゃ重要なので、皆さんこの辺ちょっとバイトとか仕事で取れないよって人も、ことはね、ぜひいろんな人に来ていただきたいです。日曜日マジで勝負だと思うので、皆さんと一緒に決めたいです。カラオケ2時間ぐらいするかもです。残り5分、 OK です。え、あゆぴょんすげえ。この30分で10万ポイント集まってる、やば、マジか、怖いっすね、そんなん言われたら。無料の星はね、皆さん絶対に泣いてください、もう義務です、無料の星は、ごめんなさいですけど。なんかちょっと変、偉そうに言ってたらごめんなんですけど、無料の星は義務です、本当に。もう押すだけなので、星集めね、星集め大変だと思うんですけど、無料の星は義務でお願いします。はい、チャレンジのやつも義務で、もういいです、もう気にしません、もうアイピョン泣いてる、マジか、感動してるんかな。はい、で私は最後は切りません、自動で切れるらしくてもったいないよって指摘を、
はい、指摘をねいただいたので待ちます。3時間切れるまで。あいぴょ20万ポイント集まって泣いてる。もうちょっと心配です、そんなコメントを見つけてしまったら。はい、もう無料の星は義務です、ごめんなさい。松岡さくら三大義務です、本当に三大もないですけど、無料の義務をする、無料のギフ、あ、無料の星は投げる、50ポイントする、ショールームのチャレンジでクマをゲットする、これ全部無料なので、無料で私のねあのお手伝いができます。なので三大義務です、松岡さくら三大義務よろしくお願いします。ちょっとコメント欄みんな焦りますよ皆さん。アイピョン冒険、はい、ちょっともう気にしないです。もう13位アトネちゃんさんありがとうございます。12位クモスキさんありがとうございます。11位ヨシキーさんありがとうございます。10位コウワトポンズさんありがとうございます。9位ジョーさんありがとうございます。8位マッチャンさんありがとうございます。7位ミッチーさんありがとうございます。6位スキゾーさんありがとうございます。5位トクちゃんさんありがとうございます。4位山田マッキンさんありがとうございます。3位トモトズアットサクパンかわいさんありがとうございます。2位キネさんありがとうございます。1位ポースキさんありがとうございます。ありがとうございました。まだね切れないので、はい、お風呂に入ってちゃんと目薬をさして寝たいと思います。目冷やそっかな、明日多分9時からのやつはパンパンなんですけど、と、はい、よろしくお願いします。よしよしよし、タイムテーブルはツイッターに載せます。皆さんもね休んでください、明日休日なんですけど、私の配信をね見てください。休みの日だとは思うんですけど、あと2日頑張ればもう結果が出るので、もうトトまでずっと2位内に入らせていただいてるのでね、もう最後まで2位内に入って終わりたいです。緊張しますね、今から日曜日のトトが。え、これ自動で切れますよね、3時間もったいないって言われたんですけど、大丈夫ですかね。え、自動で切れない感じですっけ、これ。なんといろんな、なんといろんな人の意見があるんですけど、切れるよ、やっと3450ターン終わった、ありがとうございます。切れる、自動で切れます、 OK、 信じます、大丈夫なはず、まだ6分あるよ、大丈夫よ、何回も見てきてくれる、切れるよ、信じます。もったいないからね、皆さん星投げてくださってる方もいるので待ちます。今までみんな切れてるよ、了解。あ、なんと今だるまめっちゃ来た気がします。だるまありがとうございます、本当にだるま祭り開催してますか、私のところにも来ましたか、だるま。なんかめっちゃショールームのやつって見たらめっちゃ面白いですね、なんか男女以外の人のねアバターも見れるんよ。お疲れ様ありがとうございます。目がパンパンだぜ本当に。なんと誰もめっちゃ来ました今誰もめっちゃ来ましたよ、誰も祭りして来ましたか、私のところにも。ありがとうございます皆さん。おお、誰もがびっくりするほど誰もが見えてますありがとうございます。
切れちゃったな。切れた？なんかすごい重いんですけど、切れましたかね、これ。コメント見れなくなりましたなんか思ってて、切れたんかな、これ。まだめっちゃ止め、めっちゃ重くなっています。コメントがなんか読み止めないみたいな感じに なりました。コメント読めないんですけど、皆さん切れるまでやります。ありがとうございました。今日も1位にならせていただいて、最後にはだるまもねいっぱい投げてくださってありがとうございます。あと2日なんですけど、皆さんと一緒に頑張りたいと思ってるので、ぜひ応援お願いします。はい、もうなんか重くて全然できないんですけど、切れてない、切れてない。え、めっちゃコメント欄重くなってて、ギフトのとこ見てるんですけど、コメント欄が開けないです。はい、めっちゃ重いコメントもなんか止まっちゃいました。なんかめっちゃバトってますコメント欄の上に、コメント欄の上にギフトのコメントが来てて動かないですね。ありがとうございます、ギフトたくさん。あと10秒ぐらいで0時になるんですけど、切れますかね、これ自動で。めっちゃ重いんですけど大丈夫ですか、これ切るボタンも出てきません。あれ